王子さん、バラ、ひっちゃんお疲れ、北斗のたかさんお疲れ、トールさんお疲れ、クロさんお疲れ、ありがとう。 NT さんハートありがとう。いっちゃん、じつさん、かわいい、ありがとう。陣内さん、しゅんぼうさん、しんさん、こうもり、いっちゃんお断りです、こうさんお断りです、さわっちょさんお疲れ、ありがとう。陣内さんお疲れ、ゼータかわいい、ありがとう。しろくまさん、広瀬こいちさん、さゆっちょさん、こうもり、かずやさんお疲れ。やばい、なんかやっぱコウモリって言ったよだれが出るどういう仕組み。コカジュアさんお疲れ、ぼんゆりさんお疲れ、いっちゃん愛してるありがとう、コウさんコウモリありがとう、コカジュアさんかわいいありがとう、スカイホエールさん、とっちゃんハート、ミシアン、コカジュアさんハート、ミキヤくんお断りです。あ、お誕生日だ、誕生日おめでとう。10月1日、アルテミスさん、ガトーショコラさん、福ちゃん、コウモリありがとう、マチャルさんお断りです、シュンさんお疲れ、テキサスのロンスターさん、バラ、マウナさん、コウモリ、ヨシーさんハート、マルヒノさん、コウモリソラスーカさん、コウモリありがとう、ガトーショコラさん、バラ、クアドリーさん、右田ピッポさん、スカイホエルさん、エリオさんハート、響きさん、だるま、いっちゃんラブレターありがとう、ひろっちさん、はっちゃん、こうさん、いっちゃんハート、くろさん、だるま、陣内さん、ペンライト、りゅうやさん、まるひのさん、くろさんハート、おみかんさんお疲れ、なかじいさん、かいちゃんハート、ぽんさんアイスありがとう、ひろさんお断りです、ましろさん、こうもりありがとう、スケモンさん、バラ、石川先輩お断りです、カエデさん、ラブレターありがとう、真空系さん、ダルマ、ウェンさん、大吉さんハート、新一さん、コウモリ、マオさんハートありがとう、ドクタケさん、高反発さん、石川先輩、ズーデスさん、ミキヤくん、コウモリ、山猫坊主さん、キョンシーありがとう、キョンシーもあるんや、新一さんお断りです、ハルさん、ラブレターありがとう、レフトさん、ミックさん、ダーソクさん、コウモリ、イモケンピさん、コバン、イモケンピさんとミックさん、バラもありがとう、福太郎さん、アイス、カパパンダさん、かわいい、ありがとう、ミハヒナさん、バラ、カズキさん、バラありがとう、ブルーウィングさん、ペンライト、ジョンドーさん、浜松の IH さん、青葉の三毛猫さん、ハート、アルさん、お断りです、スカイホエールさん、バラ、しんいちさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。コウモリを見るとうがいが、としひろさん、コウモリありがとう、マリアモンさん、かわいい、ありがとう、ゼットさん、お疲れ、ありがとうございます。今日は赤い羽共同募金の活動を葵さんと一緒にしてきました。インスタ、X、メール、すべてに載せました。あのね、なんか告知がほんと10分前とかだったんですね10分前に、そう、マネージャーさんにね、載せてもいいやつですかって言って、確認して OK ですよってなったのが本当にもうギリギリだったので、あのね、場所は2期生の最終オーディションがあった NTT クレドホールの下の広場のところ、バスセンターのところ、広島のでやりました。でも本当に今日さ、火曜日じゃないですか、火曜日の14時だから本当に人通りがなさすぎて人通りが全然ないし、バスセンターから降りてきた人はびっくりしてる日でだからまた改めてね、いつかリベンジしたいです。やおよろずさん、ラブレターありがとう、コウモリもありがとう、ありがとうございます。ふみあきさん、とうとうありがとう、ゆすりざるさんハート、にしやんハートありがとう。で、それが終わった後に移動して、今ここにおります。移動してきました。ロスゴールペアドレスさん、ペンライト、プルンさん、
コウモリ、ありがとう。ジロ君、お断りです。ヨーヨロズさん、ハートとダルマもありがとう。シーツさん、バラありがとう。セウッチョさん、ラブレター。ブルンさん、ハートありがとう。エジリン、かわいい、ありがとう。こんばんは、やっほー。どうもどうも。今日はなんか服が見えます、なんか汚れてて歯磨き粉かな、汚れてるんですね。上も下の方も汚れてる、なんか、うん、なんなのこりゃ。今日アイス食べてないよ。今日はね、アイス我慢しました。アイス我慢、アイス我慢。なんだろう、多分歯磨き粉です。朝から、朝は事務所着いたら汚れてた。フレーベさん、ありがとう。しんいちさん、アイスありがとう。ポストさん、コウモリ。フレーベさん、バラありがとう。ワウワウさん、お疲れありがとう。カンさん、ハートありがとう。はっちゃん、似合うありがとう。アイスを我慢した理由は、ホテルだから冷凍庫なくて、冷凍庫ないので我慢しました。うん、なんか今食べたい気分じゃないけど、配信終わって食べたいなと思って。いやでも買いだめはちょっとむずいよなと思って我慢しました。そうなんです、夜ご飯は食べたんだけどお腹鳴ってる。今日の夜ご飯はスーパーで買った五目野菜の煮物みたいなやつとミルフィーユ鍋を食べました。ミルフィーユ鍋、私はこういうお仕事で泊まるときは近くにねスーパーがあるかをまず見るんですよ。でスーパー行ってお刺身とかまず見て、今日は刺身が全然なかったからどうしようってうろついてたら、煮物、あ、煮物大好きと思って買いました。でお肉コーナー通るときに、あ、鍋と思って買いました。スーパーがめっちゃ寒くてあ、もう鍋食べないとやってられないと思って買いました。鍋。もちはださん、ナポリン、アルさん、フッチー、ハートありがとう。最新型ポンコツさん、バラありがとう。よしよしよしよさん、ペンライト、ナポリン、バラ。もちはださん、尊いありがとう。カメさん、キョンシーありがとう。ケンタロウカープさん、コバン、イキヤくん、ハートありがとう。ロデムさん、ハートありがとう。ヤマさん、メイクポーチにこうやって立てかけてるんです。見えるかな、メイクポーチにこうやってやってから、コメント見るとき、このこういうさ、棒状のものが邪魔してくる。こんばんは。あ、メール来た、メール送ったよ。メール付き始めなので、まだ登録してない方はぜひ付き始めおすすめでございます。でもさっき今届いたメール結構おすすめでした今日のメール結構なんかいろ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 ですね。いろ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 。こんばんは、ケンタロウカープさん、バラありがとう。高反発さん、花束ありがとう。ゼリーさん、ハートありがとう。こんばんは、舞台行きます。え、来てくれるの、ありがとう、嬉しいよ、嬉しいです。クックさん、コウモリ、レネさん、ハートありがとう。ナイスなメール来た、イエーイ、ナイス。音がこもってる、音がこもってるのは多分ホテルだからかも。音は何もね、普段と変わらないです。ホテルのこのなんか、あ、前が壁だからかもです。半こう声が返ってきてるのかもです。うん、温泉とかは塞いでないから。コロネさん、コウモリありがとう。ミフネさん、コウモリありがとう。
ゆっとさんアイス、ゼータ愛してるありがとう。もちはださんレインボースター、よしひろさんきょんしーありがとう。ありがとうございます。じいじ言ってる、なんでだろう。今日もチリチリ音聞こえる。この前もホテルで配信したらチリチリ音だったよね。空調かも、換気扇かも。あの上にある換気扇かも。陣内さんアイス、ナオキーさんバラありがとう。音声を拾うとこ塞ぐとなるよ。塞いでないよ、全然オープンです。オープンになってます。充電しながらだけど、それも毎日そう、充電しながら毎日してる。もう365日それでやってます。自己紹介メールは毎月3日に送ってます。まだです、毎月3日です。今日は1日、まだあと2日です。本屋さん4軒回ったけどドッペルネはありませんでした。4軒も回ってくれたの、ありがとう。私もあの本屋さんで見つけられないからタワレコ行ってみようと思ってます。モリモリさん、コウモリ、ミキヨくんハート、スチノコさんお断りです。それからさんハートありがとう。パサの声が聞こえる、よかった。なんでだろう、なんででしょうか。さとこさん、アルテミスさん、ハートありがとう。パルコ周辺本屋はタワレコかな、タワレコのあのコーナー、本コーナーにトップエルネオはあるはずです。タワレコ。広島の本屋さんは駅とかエールエールとか、はどこ、あ、そごうです、そごう。あ、ソレイユもあります。えっへさん、あおいさん、 BVE さん、ハートありがとう。まこばやさん、コウモリありがとう、ありがとうございます。ストージのミニマロンさん、かわいい、ありがとう。やっほー、もう移動で前髪が吹きまくりです。ピンで止めたい。よし、よし、ちょっと下からアングル、下からアングル、見て、前髪がパリパリすぎて形状記憶、やばいです、パリパリです。ここで止めようと思ったら無理でした、パキパキです。舞台稽古始まるの？まだです。今日は舞台の、舞台関連じゃないです、全然。まだ何の予定も来てません。いつから稽古始まるかもまだ役も分かんない、まだ未定です。まだだよ、でこでこで。なんかその舞台とかの撮影があるのかなと思ったけど、そういう撮影の気配もまだない、まだありません。今日のお仕事、あ、明日のお仕事は明日には分かります。そんな、なんかしばらく経ってからお知らせ系じゃなくて、明日それが終わったらすぐこれでしたっていう系のやつなんですけど、
お楽しみにです。また SNS に載せます。舞台のことは何にもいつから行くかも分かってない、本当に未定なんですよ。だからこういうパセリが見れますっていうお知らせとかできず、チケット受付中ですっていうお知らせしか、一般受付は9日からですよっていうお知らせしか今んとこできなくて、そうなの。だから髪切ったのも役作りとかでもなく、ただシンプルに切られすぎちゃっただけです、本当に。よしよしよしよさん、梅さん、ペンライトありがとう。うん、バズりメールのお世話になります。今月もよろしくお願いします。何卒よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。バズりメール受け取ってくれて、こんばんは。おお、はしごします舞台、すごい。マイキューさんとバセ、え、マイキューさんの舞台はどの辺であるんですか？会場近いの？私東京土地勘ないからちょっと分かんないけど、今日スタッフさんに教えてもらった。中野までの行き方、中野はオレンジ、東京駅からオレンジの中央線に乗ったらいいんだよって教えてもらった。あ、池袋？あ、じゃあ結構あれだね、同じ方面だね。同じ方面ですね。こっち側だね。クロさん、小判ありがとう。西さん、バラありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。よしよしよしおさん、ハートありがとう。え、でも同じ方面じゃない？東京駅から見たら反対方面ではないじゃん。同じ、私から見たら、私のその東京のあれは、豊洲とかは逆ってイメージだから、同じ方面です。私の中では池袋は行ったことある。コウさん、ありがとう。チャリで行けるの？あ、そっか、チャリ、あれじゃん、あれ、デイリーチコ、デイリーチコ。よしかずさん、コウモリありがとう。そう、ストロームファミあるんですよ。どんどんファンクラブが開設しています、 STU メンバーの。そうなんです。なんか今後のお知らせも12月以降のね、そのなんか開設とかも情報が出てるらしくって、聞くところによるとどんどん開設されていってます。こんばんは。30分ぐらい、え、結構かかるんだね。そうなんだ、30分かかるんだ、池袋から中野。じゃあそりゃ遠いわ。レネさん、バラありがとう。ノブローさん、ハートありがとう。ほう、30分か。同じ側っていうイメージやったけど、コナンさん、ハートありがとう。乗り換え1回が新宿で、新宿ね。ほうほう、20分くらい。あ、東京から中野はね、うん、20分くらい。そう、今日ちょうどスタッフさんと話した。今は池袋から中野の話だった。だから東京より時間かかるんだって今びっくりしてます。
今日 Google マップでスタッフさんと一緒に東京駅から中野のやつ見たんですよ。だからちょうど20分ぐらいだねって話をさっきしてた。このかさんハートありがとう。こんばんは。あ、快速だから早いの。そうなんだ。快速だと、そっか。そういうので違うのか。でも全然わかんない。絶対迷子になります。中央線が早いんだ。なるほどね。学んだ。学びです。でも多分電車、多分遠くに行ったりしない気がする。全然帰ってこれない気がするから。総武線が黄色なの？わかった。わかった。黄色ね。オッケー。黄色は総武線。わかった。総武線。ヤスさん、ラブレターありがとう。ありがとうございます。池袋慣れてないと降りてから迷子かも。池袋実はもう慣れちゃった。池袋でお渡し会があったから。池袋でも難しい。あそこのサンシャインあたりなんか道が難しい。あと MV の時も池袋付近だったから、前回アルバムが。なので池袋は最近ちょこちょこ出ました。池袋こんばんは。学んだ。教えてもらった。あ、クラブミクサね。そうだ、東京。あ、違う、池袋。まもるさん、コウモリありがとう。神代さん、バラありがとう。なんかさ、サンシャイン、池袋サンシャイン行った時に、ここから入ったのに、入り口ここから入ったのに、違う道路挟んでさ出てきたりして、え？ってなったの。全然わかんなかった。あ、サンシャインシティ？サンシャインシティか。そう。で、めっちゃ混乱しました。混乱。難しかった。しかも広いし、店がいっぱいあって難しかったです。でもギーゴがあったんですよ、ゲームセンターの。ギーゴね。ギーゴもなんか3階建て4階建てぐらいめっちゃ縦に長い系で新鮮でした。ギーゴ。でも池袋は多分行かないかも。私中野だから。中野はいいところだよってキャスターさんが言ってた。中野はいいところだよ。あのカフェもあるし、なんかいい街だから大丈夫だよって言ってました。こんばんは。あいたかさん、ハートありがとう。中野は阿佐ヶ谷と近いんですか？同じ方面ですか？阿佐ヶ谷姉妹ですか？同じ道、同じ方面。あ、二つ隣の駅。あ、近いんだ。ほう、学び。そうなんだ。阿佐ヶ谷は総武線。難しい。もうむずいです。
応援さん、コウモリありがとう。メロンの足さん、レインボースターありがとう。よしよしよしよさん、ハートありがとう。三鷹の森美術館、あ、今日スタッフさん言ってた。三鷹の森美術館は、あの、井の頭公園に行ったら三鷹の森美術館にも行けるよって今日言ってました。だから、おお、私土地勘ないから、おお、そうなんですね。 Google マップ見て、そうなんですね。ほうほう、聞いたことあるぞ、井の頭公園。充電なのかな、その音。一回充電取ってみます。はい、どうですか。アイスレモンさん、バラありがとう。とジリジリ音なりますか。ならない、消えた。え、原因これですか。若干消えた。うん、これあったんかな、もしかして。でもいつも充電しながら配信してるけどな、充電しながらじゃないときないもん。小さくなった。ダイソーの違うよ、のは違いますよ。テレビつけてるからかな、テレビと近いからかも。そうかも。はい、テレビ切ったらね、ちょっと顔に光ないかなと思ってつけてたけど、それかも。暗くなった。あ、電気つけた。うん、眩しいです。眩しい、変わらない。あれ、じゃあテレビつける。テレビ、夢に見てた。あー、静かにして、バンされちゃうから。目標に向けて、あー、静かにしてよね、ショーン。やばいやばい、焦った焦った、眩しい、眩しかった。テレビつけたらちょうど八村塁選手が喋ってました。八村塁さん喋ってたよ今、インタビューで。テレビついてる方がなんかいい感じに顔が、今ちょっと赤いけど、あ、今はそのなんかあれですね、赤いさ、階段を降りてる映像だったから顔が今赤かった。危ない危ない、テレビをつけ直したから消音モードが解除されてた。さっきね、ホテル着いたらね、知ってるアナウンサーさんが、いつも声ラジでね、お世話になってたアナウンサーさんが映ってて、わぁ、すごいってなった。ラジオでご一緒してたアナウンサーさんが、久々に、1年以上ぶりに顔を見ました。動いてる姿見ました。SNS でしか見てなかった。ライブの照明みたいにいるから、あ、今テレビで。あ、そうです、声ラジで担当曜日変わります。3期生が加わってまた変わります。そうなの、でも多分私しばらく来ない気がして、舞台が終わるまでラジオもお預けかもしれません。関さん、フジポン、ハートありがとう。そうか、寂しいです。明日は電波届かないとこ行ってきます。気をつけて、無事に帰ってきてください。無事で行ってください。
味しかった。移動中にじゃがりこ食べました。お腹すいちゃって。クロさん、バラありがとう。バラ韓国日帰り、え、すごい、日帰り韓国いいね、すごいふっかるじゃん。美味しかった。サラダ味にしました。サラダ、こんばんは。絶対姿勢悪いよね今。整えなきゃ、ちゃんと背筋を伸ばして。今スキーのジャンプ台に立ってる人みたいな格好をして、手もちゃんとこうやってやってるんだから。よくマイケルさんとかがやってるようなあのポーズで配信してるんだから。マコバヤさん、レインボースターありがとう。これで結構この角度で配信してます。そう、なんか机が低いんだよね。低くて椅子を引いたらいいか。そうでもなかった。なんか空気椅子みたいになっちゃった。空気椅子配信はきつい。空気椅子、今日火曜日ってことはなんか夜テレビあるかな。私ホテル泊まるときテレビついてないと無理なんだけど、今日なんかある？何があるの今日は？何があるんですか？ちょっともう下からアングルすぎて、下からアングル失礼します。仰天ニュース。仰天ニュース。ロンドンハーツ。あれがある。今日、え、今日あれあるわ、あの横澤夏子さんとミキティさんのやつ。私この前もショールームで紹介して、夫が寝た後にバラエティのやつです。おもろいやつや。やったーやったやったー。良平さんありがとう。マモさんありがとう。やったぜ。そうです、今日昇格から3年です。そうなの、そうなんです。でもそれもなんか2期生って、あ、私2期生なんですけど、あの私たち2期生ではオーディションも最終オーディションの合格日とお披露目の日とあって、でさらに昇格もその昇格コンサートがあったから、昇格コンサートの日とこの10月1日の本当に正式な昇格の日ですよ、 SNS X も始まります、当時ツイッター始まりますの日と2個あるんですよ。そう、記念日がめっちゃあって、だからあの毎年統一してほしい。いっぱい記念日があるのはめっちゃいいことやけど、なんか、ね、どっちでもどっちでもなんかそんな祝ってもらっていいのでしょうかってなっちゃうから、どっちをお祝いの日にするか問題があります。千畑さんハートありがとう。9月12日が昇格決まった日で、でだるまに目を入れた日なんですよ。だるまに目を入れたのは9月12日だけど、昇格ですよってなったのは今日です。3年前の今日です。トシヤさん、バラ、G2 さん、ハート、ありがとうございます。だるま、だるま。フィリップさん、コウモリとバラ、ありがとう。
あのだるまどっか行った東京にいるよって前言われたけど、どっか行きましたいつか2期生のなんかそういう記念ライブとかあったら帰ってくるのかな。え、いるのかな、ちゃんと残されているのか。 NRR00.T2 さん、ヨッシーさん、だるまありがとうございます。でもまだ3年なんだって感じです。正規メンバーになってから3年かって、うん、感じ。今って3期生も髪巻いたりしてるけど、当時2期生までは2期 2.5 期までは昇格するまで髪の毛もストレートかポニーかツインみたいなだったから、髪の毛のアレンジをしてるのまだ3年ぐらいなんだみたいな感じです。そう、毎日が濃厚な日々って感じで充実してて、だから3年なんだってびっくり。おたけさん、バラありがとう。そう、今年ね、加入5周年だからめっちゃキリが良い数字だから、なんか2期生でやりたいですよね。でも愛子が卒業する時期わかんないからさ、ねえ、誕生日まではいませんって前ショールームで話しとったから、もう来月とかじゃないですかそんなん言ったらねえ、愛子誕生日12月やから、そんなん言ったらもうあと2ヶ月ぐらいしかないじゃないですかね。あっという間です。そう、私の舞台は11月中旬に本番があるから。そうなの、ふくちゃん、レインボースターありがとう。しょうさん、ハートありがとう。そうなんです、うん、お疲れ様です。こんばんは。今日まつげいいね、伸びてます。そう、卒業公演出れるのか問題です。そうなんです、新公演も出れるのか問題なんですよ、うん、そうなの。高反発さん、コウモリありがとう。笹団子今日がデビュー、そうな、笹団子2期生の昇格と同じ日なの、最高じゃん。笹団子サーヤン推しなだけあるわ。確かに何年目なんだろう笹団子って、もしかして先輩、先輩説、笹団子さんって言わないといけんかも。持ち肌さん、レインボースター、塩菜さん、かわいい、ありがとう。ありがとう。そうじゃん、今日天下一品もだよ。みんな行った？天下一品、天下一品行ったか。私もさ、行きたかった、ソタロウと一緒行きたかったんですけど、また来年、また来年です。今日は天下一品無料券もらえる日を減量中何に向けて、写真集ですか。行列すごいらしいので行ってない。あ、そうだよ、絶対混んでるよ。すごいね、やっぱみんな欲しいもん無料券。混んでた。そう、ライジングホールのライブも発表されてます。そうなんだ、こんばんは。ダイエット始めたのに体重増えました
え、寝ながら食べてるのかな。でもあるあるだよ。私もさ、ダイエット中は結構増えがちだったけど、今普通に食べてる方が体重減ってくもん。そういうもんだよきっと。安心して、もう食べな。バランス良い食事したら減るよ。定食とか食べたらいけるよ。ビーディマンさん、コウモリありがとう、ありがとうございます。あ、確かに歩くのも大事だよ。歩いて食べたらいいよ。あと踊ってみるってのはどうかな。踊って、ST の曲踊ってみるってのはどうかな。どうですかな。何歩歩いても1万歩ぐらいです。1万って普通だよ。多分平均的には8000らしいから、私が多分おかしいだけで、全然歩いてる方ですよ1万って。私がなんか 1万5000とか2万とか言うから、2万3万とか言うから、みんなもう基準が分かってないかもだけど、8000でいいらしいよ。8000歩ぐらいでいいってこの前なんかで見たよ。ね、暑いよね10月なのに。1万1000、え、11110歩だった。あと一歩、あと一歩でゾロ目だったのに。エルさん、ハートありがとう。うん、私は普段ねヒール履かないんですよ、衣装以外で。だから、あとお話し会とか、お話し会と衣装以外、お話し会の私服と衣装のヒール以外は歩くときはだいたいスニーカー。そのウォーキング目当てじゃないから、私普段サンダルで普通に買い物ついでに気づいたら歩いてるから、サンダルでもちゃんとスポーツメーカーのサンダルです。サンダル2万歩歩いたら筋肉痛が2日続いた。いやー、2日はやばい。日頃の運動不足が出てますな。グーさん、バラありがとう。あ、そうです、マイカー公演一般受付始まりました、今日の18時からです。キムさん、コウモリとハートありがとう、ありがとうございます。今日からね冬服だった。昨日の STU チャンネルメンバーも冬服だったけど、私は今日から冬服でしたよ。しかもね、聞いて、最近フェスとか、選抜のフェスとかさ、6人のフェスとか、そういう時ってスカートが他のメンバーのスカートだったのね。ショートパンツのさ、あのレースのチュールがついてるやつだったんですけど、もともとでもやっぱ破けちゃったりするからっていうことで、他のメンバーの膝ぐらいのスカートを借りてたんですけど、なんと数ヶ月ぶりに今日自分のスカートを履いて、めっちゃ嬉しかった。はあ、はあ、再会した気持ちになった。今までどこ行ってたの。そう、久々でした。チュールチュールチュールチャウチュール猫。そう、感動の再会。そう、新潟の時も違ったし、なんだっけな、なんかのティフかなとか、最近ずっと違ったんですよ。そう、葵さんもそう。そうなの、あのレースを踏んで破いちゃうから、踊るときは。だから今日みたいな踊らないイベントとかでは履けるんですよ。嬉しい、あの衣装大好き。スカート誰かのバラバラです、毎回人による。
3種類あって、ミニスカート膝丈でショートパンツで、あとミニスカート履いたら制覇なんですけど、なかなかミニスカート回ってこなくて、いつも膝丈、だいたい膝丈を借りてます。他のメンバーのやつは、自分の時はショートパンツです。ショーパンです。安尾くんハート、秋竹城さんハート、ありがとう、ありがとうございます。うさきちゃんペンライトありがとう。ブーツもそうだね、ヤンとサラちゃんだけかな、ロングブーツ履いてる。他にもいるかな、何人かだけロングブーツです。あとはみんなショートブーツかな多分。私服はミニは履かない。ミニは履く時もあるけど、やっぱ寒いからね、これからの時期は。ミニは やばい、頭の中で猫が騒いでるよ。のぶさん、よしよしよしよさん、さとこさん、ハートありがとう。こんばんは、ジロくんアイスありがとう。今って何時なの？見た時計、48分だった。じゃあ23時までしようかな。いや、私10時からしたよね。10時から、なんかもう2時間ぐらい経ってるかと思ってびっくりしちゃった。全然じゃん、48しか配信してないじゃん私。体感2時間でした。だからやばい、日付変わっちゃうとか思ったら全然48分。はい、そう、ライジングホールね、舞台だから出れないんですよ、確実に。そうなの、だから舞台期間は舞台に集中させてもらって、終わったら活動、アイドル活動戻ってくるから待ってて、恋しい、もうすでに。だってね、今週のマイカーと東京花だれが終わったら公演しないもん、ずっと。11月末までもう、最短で11月末までないって思ったら、寂しい、とても寂しいですが、頑張りますので、お待ち待っててください。でもしかすると花だれは千秋楽説もあるし、私がね、今週で千秋楽説もあるので、はい。でも四国文化祭は出ますので、10月末の26の文化祭は出ます。大吉さんファイトありがとう。神代さんファイトありがとう。あ、そうだ、福フェス、そう、公演は今週までだけど、イベントとかはある。福フェスとかファンクラブとか四国文化祭とかはあります。でも公演は今週でしばらくお預けです。クリスティさんハートありがとう。高反発さんバラありがとう。卵豆腐さんバラありがとう。でも花だれまだいつが最終楽かさ、メンバーも分かんないから、新公演もいつからか分かんないから、今週最後かもっと思いながら出て、全然今後も出てる可能性ある。舞台が終わっても花だれがまだ続いてたら出てます多分。でも11月とかで終わるのであれば、もう今週が最後の可能性があるよって感じです。はい、確かにまだね、お知らせじゃないしね、ありそうな予感。本当？知ってるかな、
だから今週の花だれをどういう気持ちで過ごしたらいいのか、なんか一人さ泣き始めてもさ、え何ってなるじゃん。んなんでこの人泣いてんのってなるじゃないですか。でももしかしたら最後かもしれないじゃん。ねえ、一緒に泣くよ。やばい、優しい、優しすぎ。いや、どうかな、もらい泣きします。どうだろうね。でもまだ今10月の公演スケジュールまでしか出てないので、まだ来月のことは私も分かりません。不明です。常に今日が最後の気持ちではいいこと言う。本当だよね。だって来てる人は一回きりだもん。昼と夜とあれど、昼しか来ない方も夜しか来ない方もいるもん。その通り。本当だよ。私もね、食べるか迷った時とかもね、ああ明日何かあるかもしれないから食べとこうと思って食べる。それとは違う。食べちゃおうって思っちゃう。たまこ豆腐さん、小判ありがとう。確かにそうじゃん。ライジングホール説、確かにそうだよ。僕対初日だった去年。そうだよそうだよ、その通り。そうだった。ダレンさん、ハートありがとう。今週が最後のパセリかもってしっかり見ます。やばい、なんか教えされる気持ちないけど。え、キョンシュさん、バラありがとう。ユタパパさん、ラブレターありがとう。こんばんは。ユタパパさん、キョンシーもありがとう。みかんさん、アイスありがとう。今日さ、声をさ、ホテルだからさ、ホテルって結構横の部屋の声聞こえるじゃん。だから声をなんか、この、なんていうの、ベロよりもこっち側、手前側で喋る感じで喋ってるんですけど、なんか喋り足りない、喋り足りません、なんか叫んだりしたい、山びことかしたい。山びことか、あとなんだろう、草原に向かって叫ぶみたいな。卵豆腐さん、だるまえへさん、ハトありがとう。ゆたパパさんありがとう。たかしんさん、ハートありがとう。おみかんさん、アイスありがとう。やっほー。そう、この前ね、ホテルの時、隣の部屋の声とか聞こえてたらしい、メンバーによって、配信上で。壁越しに会話とかしてたみたいな聞いたから、今日はこの声丸着声だったら恥ずかしいよね。はっちゃん、バラありがとう。さゆっちょさん、ラブレターありがとう。こんばんは。そろそろ終わる時間ですか。56分。お風呂入らなきゃ。風呂が待ってる。いやーだー、風呂、風呂が来るぞー。やたパパさん、お断りです、ありがとう。そう、髪切ったの。短くなったんです。
さまるさん、花束ありがとう。朝起きたらやばいの髪パッやばいんですよ、本当にやばくてパーンってなってて、すっごい、あ、髪乾かすのは早いし、シャンプーもワンプッシュでいけるんだけど、でもやっぱ髪早く取り戻したい気持ちです。早く伸ばす、頑張る。そう、三つ編みこんな短くなったよ。へい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 、やばい、口紅にくっついた口紅にくっつきました。いや、朝お風呂入るのもありだよねありだよね。でも、もしアラームが聞こえなくて、やばい、もうあと30分寝なきゃとかなったら、もう私びしょびしょの髪で行くことになるからやっぱ夜に入っとくのが安心。私はね、集合の何時間も前に起きるタイプやから、それはありえんけど、やばいってもしものことがあったらね、怖いので。ゼータ、レインボースター、マモさん、いいね、ありがとう。明日は朝配信ないかな、どうしようかな、ないかも、なしにしよう、寝ます寝ちゃう。明日夜普通に配信できます、帰ってから。明日夜します。いや、どうしようかな、めっちゃ早く起きすぎたらするかもだけど、夜予定です。まあ朝しても夜もします、だから夜ですね。移動でさ、30分ぐらい寝落ちしてたの。だから、寝れるか怖いです。寝れるか、わかりません。浜松の IH さん、ハートありがとう。ね、STU のブログ上がってますか？私のやつ。投稿してもらったけど、上がってるかな、もう。今日。STU の方のブログです。あの、個人ファンクラブじゃなくて。式ブログの方上がってます？見た？上がってる？はあ、ありがとう。もう見てくれたの？早っ。ありがとう。先週ぐらいに書いて提出し忘れてましたもう書いた気になっててね。あ、違う、2週間ぐらい前に書いたので、最近涼しくなってきましたねみたいな、でもまだ暑いですねみたいな、9月ですねみたいな書いたやつだったから書き直してそう、提出せずにずっと眠らせてたんですよ。だからやっとこさ、やっとこさアップしてもらいました。よろしくお願いします。そう、あの、寝かせてた。アンバンさん、アイス、アイスじゃない、ハートありがとう。ハートありがとう。今日アイス食べてないからもう発作が出ちゃった。アイス発作。え、今日のブログやばいかも、写真なんか一個変なの選んじゃったからやばいかもしんないけど、まあまあいいか。ちんさん、バラありがとう。それじゃあ終わりたいと思います。コンビニ、え、もう怖いからもう出れん怖いので出れません。もうお化け出るもん絶対。今日ホテル着いた瞬間怖すぎてお母さんに電話した電話してスーパー行かなきゃだけどめんどくさいよって言って電話したから、ちょっともうこの後もまた電話してお風呂入ります今日絵はないから安心。では団長に行きます。誕生行くど。13位シーサーさん、12位陣内さん、11位山猫坊主さん、10位持ち肌さん、9位ゼータン、8
位ゆたパパさん、7位 Z さん、6位やすさん、5位よしひろさん、4位いっちゃん、3位お誕生日のみきやくん、おめでとう。2位ふくちゃん、そして1位 G2 さん、ありがとうございます。ありがとうございました。みんなありがとう。風呂頑張るよ。また明日を。ありがとうございます。メールも読んでくれてありがとう。マー君お断りです。ミッチお断りです。シュゴンさん花束、ヒーローさんハートありがとう。おみかんさんファイトありがとう。マキマキさんレインボースター、カメさんアイスありがとう。読売巨人軍さんコウモリありがとう。そんではそんではだってそれじゃあそれじゃあメールとブログ読んで皆さんも今日ゆっくりしてください。他のルームに行かないようにしてください。ではまた明日、おやすみなさい。またね。